ナー、突然だが高評価ボタンを押してくれー。そうしないとこのキャラクター選択画面が埋まらないんだ。よしよし、いいぞ、その調子だー。来たー、今回はこの画面で選ばれた都市伝説を紹介するぞー。興味のある人はチャンネル登録をよろしくな。それじゃ早速レッツゴー。とあるプレイヤーが統合版のワールドで遊んでいるらしい。木を伐採しているな。木材を集めているんだろうか。どうやらここがプレイヤーの拠点らしい。かなり簡素な感じだな。これから拡張していくんだろうか。石のシャベルを作って砂をゲットしていっているぞ。夕日が美しいな。だがここでプレイヤーは突然誰かに見られているように感じ始めた。とりあえず拠点に戻り、砂をかまどに入れてガラスを作る作業をしつつ、周囲を警戒するプレイヤー。何もいないようだな。自分の勘違いだと思ったのかな。だがここでチェストを確認していたプレイヤーがとあることに気がつく。それは彼が調理した焼き鳥がなくなっていたんですわ。チェスト内の羽の隣が不自然に開いているな。そこに焼き鳥がしまってあったんだろう。やはり誰かいるんだろうか。拠点入り口から周囲を確認するプレイヤー。とにかく安全確保のため周囲に松明を置いていくことにしたようだ。モンスターの湧き潰しにもなるし、暗い夜にやると見落としがなくて効率的だよな。どうやらこの辺には畑を作っていたみたいだ。まだ作物は育っていないな。だがここでプレイヤーはとあることに気がつく。なんと夜なのにモンスターが湧いていないんだ。もしかして水の中も。水中に潜ってあたりを見渡すプレイヤー。水中のモンスターであるドラウンドも見当たらないみたいだな。岸に向かっていくがゾンビ、スケルトン、クリーパーも見当たらないぞ。今何か映ったか？自身の目を疑いながらも人影に向かって泳ぐプレイヤー。そこにあったのはイカスミ。じゃあイカを倒したのは、怖くなったのか？拠点の方へ後ずさりするプレイヤー。急いで拠点へ戻る。わぁ、なんだ行商人か。びっくりさせやがって、交易メニューも開くし普通の行商人だな。その直後、は？ここにいたはずの行商人とラマは？地面にあるのは川とリード。もしやられたとしてリード2個はラマだとしたら、この川はまさか行所。いや、これ以上はやめておこう。プレイヤーが目を離した一瞬で強行に泳ぐとはただものではないぞ。とにかく安全確保のため湧き潰しを再開するプレイヤー。何かしていないと恐ろしくて発狂しそうだったんだろう。拠点に戻ってイカスミや行商人の残していったものを収納したが、待て、今気づいたんだがチェスト内の木のつるはしがなくなってないか。確かに盗まれた焼き鳥のマスに置いたはずだが、恐怖のあまりパニックになるプレイヤー。わけもわからず外に飛び出すが、やはり周囲に人影は見当たらない。真相究明は諦めて拠点に戻り、ベッドに入る。目が覚めて朝日を見上げるプレイヤー。朝日？いや夜が明けて、朝日が昇る直前で時間が止まっているみたいだぞ。夜とも朝とも言えないような時間帯、一体何が起こっているんだ。プレイヤーはおのおてに周囲を警戒しているようだ。畑の様子も確認するが、特におかしなところはなさそうだ。羊くん、これは一体どうなっているんだね。とでも聞きたそうなプレイヤー。当然羊が何かを答えてくれるわけもなく、拠点へ戻ることに。そうだ、さっきかまどで焼いていたガラスは？どうやら無事のようだな。チェストに収納。は？チェストが空っぽだと？それじゃああの行商人やラマの慣れの果ては。プレイヤーは恐怖に駆られ家から飛び出す。そして自身の拠点の裏で不審な看板を発見。内容は、I will reverence you。あなたを尊敬します。と書いてある。身に覚えのない看板を発見したプレイヤーはさらにパニックに。ちょっと落ち着いたか？拠点に帰ってきたがチェストが空っぽなのを思い出して外へ。うわ、海に人影だ。一体なんだあれは？警戒しつつ近寄っていくプレイヤー。動いた。水中の上を歩いているだと？あの存在が行商人に危害を及ぼしたんだろうか？だとしたら無策で近づくのは危険すぎるぜ。少し離れて様子を伺うプレイヤー。この後プレイヤーがあの存在に近づこうとすると、スーッと透明になって消えてしまったらしい。だがあの存在は一週間のうちに何度も現れたそうだ。そしてかなり接近して姿を撮影することに成功した画像がこちら。ヘロブラインとアレックスブラインを体の中心で繋ぎ合わせたような見た目。これはヘロアレックスブラインと呼ばれる都市伝説らしい。みんなも自分のチェストからアイテムがなくなった時は注意してくれ。というわけで最初の都市伝説はいかがだったかな。夜に一人っきりでプレイしていたらと考えるとゾッとしてしまうよな。みんなは一人でプレイするとしたらどんなゲームがいいかな。ぜひコメントで教えてくれよな。それじゃあまだまだ都市伝説を紹介していくぞ。それじゃあ次に出てくる都市伝説は何かな。ポチッとな。マイクラで誰しも雲を倒したことがあると思う。私は雲が苦手だ。近くに存在しているのも嫌だから見かけたらすぐに倒すようにしている。だがみんなはこう考えたことはないか。倒された雲の魂は一体どこへ行くのだろう。今回はそんな考察の一助になるような都市伝説を紹介しよう。とあるプレイヤーがサバイバルでマインクラフトを楽しんでいた。木のツールを使っていることから、どうやら新規ワールドで始めたばかりのようだな。あまり見慣れない画面だがタッチパネルで操作するスマホやタブレット版のマイクラで遊んでいるみたいだ。牛を倒して肉と皮を集め、羊も倒してアイテムをゲットしているぞ。向こう側に別のプレイヤーの名前が見えるな。どうやらこのプレイヤーはマルチプレイでマイクラを遊んでいるらしい。二人は特に会話することなくサバイバルを進めていくぜ。作業台を置き、かまどを作り、拠点へ戻って、かまどを配置、そこで肉を焼きはせず、生のまま肉を食べている。まだワールドを始めたばかりだ。肉を焼く燃料も貴重なのかもな。お、
ついに石ツールへのアップグレードか。こういう道具が進化していくのもマイクラの楽しみだよな。作成したいスピッケルで集めてきたのか。鉄の原石を手に入れて拠点へ帰還してきたプレイヤー。石炭を追加し、焼き豚を回収。大量の鉄の原石をかまどへ投入だ。焼けるまでの間にプレイヤーは食料集めに奔走するみたいだ。鶏を倒して肉を入手し、今度は木を伐採していく。燃料や材木として原木はいくらあってもいいからな。この間一緒に遊んでいるプレイヤーとは特に会話することなく、ゲームを進めている。会話が必要ないくらい気心の知れた仲なのだろうか。もしくは案外リアルで会話しながらプレイしているのかもな。ベッドを作り、かまどから鉄を回収するプレイヤー。とうとう鉄器時代の到来だな。ここまで来るとかなりマイクラが進んだって感じがするぜ。鉄の剣や、鉄のツルハシ、鉄の斧、もう一つ鉄の剣を作って、プレイヤーは出かけるみたいだ。おっとゾンビが来ているな。日光で焼けているし新しい鉄の剣で一撃だぜ。うわ、クリーパー、こいつも剣で、わ、爆発しちゃった。まあしょうがない、気を取り直して出かけよう。む、クリーパーがもう一体いるな。今度こそ慎重に、距離を取りつつ、撃破、無事に火薬をゲットしつつプレイヤーは探索を続けていく。お、洞窟を見つけて掘り進めていくみたいだな。鉄のツルハシになって採掘速度が格段に上がるからな。軽く掘ってみて何にもなかったから場所を移すことにしたプレイヤー。一緒に遊んでいるプレイヤーとも合流して探索を続けていくぜ。崖を飛び降り、山肌に露出した鉄の鉱石を回収していく。マイクラ序盤は鉄が最重要物資と言っても過言ではないからな。黒色の羊も倒して羊毛をゲット。石炭も回収しつつ、もう一人のプレイヤーに生肉を分け与え、採掘を再開。ここまで不穏な気配が皆無で拍子抜けしている視聴者も多いんじゃないか。安心してください。これは都市伝説ですから。ここで日付が変わったのか2人から3人でマイクラをプレイしているぞ。今回はチャットも活用している。そしてネザーゲートも作ったようだ。早いな。早速ネザーへ行ってみようと周囲に声をかけるプレイヤー。ネザーの先は丸石の壁ができている。すでにプレイヤーが作ったのか、それともすでに作られていたのか。反対側は剥き出しのネザーだな。そして丸石の通路の先にある扉、その先には一体何があるんだろうか。プレイヤーは友人が全員揃うのを待っているみたいだ。全員がゲートを潜ってきたので、いよいよ扉を開ける時が来たようだ。扉を開けると、 Be careful、 つまり気をつけろという文字で、この動画は終わっているぜ。その後調べてみたんだが、この時現れた雲みたいな都市伝説の名前はディストーテッドスパイダー。歪んだ雲とでも言うべき存在だ。もしかしたらオーバーワールドで倒された雲の魂がネザーに集積され、苦痛に歪んだ顔の模様が浮かび上がるソウルサンドのように歪んだ雲を形成するのかもしれない。まあこのあたりの考察は視聴者にお任せしようかな。信じるか信じないかはあなた次第なんですわ。さてここまで2つの都市伝説を紹介してきたが、次で3つ目だな。次の都市伝説は何だろうな。こいつか。この動画は視聴者に不快な思いをさせる可能性があるので、視聴するか否かは慎重に判断してくださいとのことだ。今回の動画はプレイヤーがある程度マイクラを進めた状態で始まるぞ。ただの普通のマイクラ動画だと思うだろ。だが自体は刻々と変化し始めていたんだ。プレイヤーは黒曜石を手に取り、飾ってあった防具を装備し、これからネザーへ向かうことにしたようだ。拠点から出てすぐのところにネザーゲートを建築し始める。黒曜石で長方形の枠を作り、火打ち石と打ち金で着火。無事にネザーゲートが開通したな。ダイヤモンドの剣を片手にやる気十分、ネザーへ突入だ。出てきた先は至って普通のネザーに見えたが、辺りを探索していたプレイヤーはすぐに異変に気がつく。黒い人影、ヌルだ。ヌルはヘロブラインに勝るとも劣らないヤバい都市伝説なんだ。とにかく危険だと言われているぞ。プレイヤーは、なんてこった、なんてコメントを入力している。意外と余裕があるな。へいと呼びかけたりもしている。だが相手からの反応はない。プレイヤーは恐ろしくなったのか TNT を手に取り、ネザーからの撤退を決めた。念のため TNT で爆破してゲートの破壊も試みたようだ。そしてゲートを監視すること20分。プレイヤーはさっきの出来事を気にかけつつネザーに戻って探索することに。今はどうやらネザー要塞の探索中らしいな。ヌルはどこかへ行ったようでいないぞ。安心してネザー要塞を探索していたその時、白い、人影だと。そうか、アンチヌルだな。以前もこの動画で紹介したが、新たな目撃情報が得られたのか。白くてアンチという名前だから安全とは思ってはいけない。こいつもかなり危険な存在なんだ。そのプレイヤーはアンチヌルのことは知らなかったらしい。ヌル？お前なのか？などとコメントしながら不用意に近づいていくぜ。だが、その次の瞬間、ネザー要塞の端から突き落とされたプレイヤー。自分の見たものが信じられず、プレイヤーがこのワールドへ戻ってきたのは数日経ってからだった。そんなプレイヤーが目にしたのが、これだ。じっとしたまま動くことがないヘロブライン。マイクラで一番有名な都市伝説と言っても過言ではないんじゃないか。ここでアンチヌルからのメッセージが、お前のしでかしたことを見たか？というメッセージだ。私は何もしていない、とプレイヤーは反論。だが特に返事がないことに困惑するプレイヤー。次の瞬間、プレイヤーが目が覚めるとおかしな場所にいた。どうやら廃墟にテレポートさせられたらしい。困惑するプレイヤー、ここはどこだ？とコメント。だが返答はこんな音。この音はなんだ？とコメントするも、音は激しくなるばかり、音がだんだん大きくなるのに恐怖するプレイヤー。どうやら廃屋には2つのドアがあるらしい。そして出口はこの2つのドア以外には見当たらないようで、どちらのドアを選択するか迷っている様子。その間もドアの開閉音が鳴り響く。右は常に正しい。そんな格言めいたことをつぶやくと、プレイヤーは右のドアを選択。ドアを開けると。
動画はここで終わっており、プレイヤーは白いヌルについて調査し、アンチヌルの情報に行き当たったそうだ。そしてこのプレイヤーは二度と同じような目に遭いたくないと発言している。前回の目撃情報との共通点として、ヌルの出現の後にネザー要塞に現れること、2種類のドアの根を発生させることなどが挙げられるな。だが今回の目撃情報でヘロブラインのマネキンのようなものを出現させたり、オーバーワールドにも出現する可能性が示唆されたな。これを見たみんなもぜひ注意してほしい。次に奴が現れるのはあなたの目の前なのかもしれないのだから。いやー、やっぱり都市伝説には危険な存在も多いな。それだからこそしっかりみんなに紹介しないとな。それじゃあ次の都市伝説へレッツゴー。とあるプレイヤーが友人と二人でマイクラを楽しんでいたようだ。拠点を作成し、羊や牛に名前を付け、自分たちのマスコットにしようなんて話をしていた。そんな二人はもっとこの世界を見たくなり冒険の旅へ出かけることにした。出始めに近くの砂漠へ、リーダー絵族系。ってな感じでな。砂漠では浮島を発見したり、サトウキビを収穫したり、砂漠の寺院を探して拠点化しようなんて話をしていた。そんな中で二人はとんでもないものを発見する。巨大な円形の穴、そして砂漠に忽然と現れた多くの森、砂漠で木が育っているのを初めて見た、なんて会話をしながら探検を続ける二人。森の中で見つけたものは、なんと砂漠の寺院。欲しかったものを見つけることができた二人は大喜び。砂漠の寺院を探索し始めたんだが、この砂漠の寺院、なんだかおかしいんですわ。まず通常生成される砂漠の寺院とは明らかに入り口の形状がおかしい。この画像と比べてみるとその違いは明らかだと思う。二人はその違いに気づいていないのかなかの探索を始めてしまう。その結果期待していたお宝のチェストは見つけられず、時間を無駄にしたとがっかりする始末。多分バグっているんだろうなんて話しながら気を取り直して探検を再開。どうやら砂漠が終わって湿地帯に入ったようだ。この時、太陽はだいたい真上に来ていたな。そんな感じで湿地帯を進んでいく二人の目の前に現れたのは、砂岩でできた建物だった。これは村？いや、すべてが古く荒れ果てている。おそらくここは砂漠の村の遺跡だ。やった、大発見だ。と喜ぶ二人は手分けして村を探索し、チェストを探すことに。だが動画を撮影しているプレイヤーが調べた建物はすべて空っぽ。偽物の砂漠の寺院と同じだ。なんて悪態をついてると。こっちに来てみろ、チェストを見つけたぞ。とリーダーの声。リーダーのところへ行ってみると、お宝来た。早速中を確認すると、松明とコンパス？困惑する二人は、松明はそれぞれが持ち、コンパスはリーダーが手にすることに。そしてリーダーの言葉で、コンパスの指し示す方へ冒険することになった。またリーダーに属系。ってな感じだ。そうして発見したのが、砂でできた巨大な山だった。驚く二人だが、録画担当のプレイヤーがとあることに気がつく。なんと太陽が真上から動いていないんだ。さっき湿地帯でも太陽が真上に来ていたのを覚えているかな？そこから村の遺跡を探索したのに太陽は同じ位置なんだ。そろそろ夜が来てもいいのにな。またバグったのか？ただ夜が来ないのも好都合だってことで、コンパスが指し示す巨大砂山へ向かおうとする二人。だがなんと近くで大渦を発見。水が流れ落ちており、泳いで渡るのは危険と判断したのか。ボートを作って乗り込むことに、ボートで砂山の周りを調べていくと、どんどん現れる大渦、なんとか避けながら進んでいくプレイヤー。なかなかカオスな光景だな。そんな危険な海を渡っていくプレイヤーが何気なく砂山の方を見ると、そこには人影が。驚きのあまりボートの操作をミスって大渦に飲み込まれるプレイヤー。なんとか島には上陸できたが、画面担当のプレイヤーのボートは皆そこへ。残ったのはリーダーのボートだけだった。それでもさっきの人影が気になる。と人影を追って砂山に開いた洞窟へ分け入っていく二人。暗いからとオフハンドに松明を持っているな。さっきの村の遺跡のチェストで手に入れたものだ。そんな二人が洞窟の中で見たものとは、なんとも幻想的な光景だった。巨大な鍾乳洞だろうか？砂山の中心部に広がる驚きの光景に目を奪われる二人。ここを二人の第二の拠点にしよう、と喜んでいる。まずは洞窟探検とシャレ込んで坂を下っていく。洞窟の底は暗いな。でもモブがスポーンしていないのはなぜだ？またバグっているのかも？なんて会話をしながら暗い洞窟を松明片手に進んでいく。洞窟の底についてもここまで鉱石を見かけていないことに、違和感を覚えるリーダー。確かに鉄やダイヤモンドがあってもおかしくない気がするな。それでも洞窟内を探索していると、洞窟内に人影が？驚いたプレイヤーが再度見てみると、いなくなっていた。リーダーにも見えていたようで、何かあそこにいたよな、なんて話をしていると、プレイヤーがとあることに気がつく。なんとホットバー上のステーキがなくなっていたんだ。確かに1分前にはここにあったんですわ。そしてリーダーも同じく食料がなくなったという、またバグなのか？でもとりあえずさっきの人影が気になるから近くへ行ってみよう。なんて会話をしながら洞窟を歩き回る二人。だが突然、矢の攻撃を受けるリーダー。急いで車線から身を隠す二人。もしかしてスケルトンが湧いたのか？見えないぞ。きっと高いところにいるんだ。何かが我々を狙っている。最初は最高にクールだったこの洞窟がおかしく感じてきた。ここから離れるべきだ。というリーダーの判断で洞窟の外へ出ることに、とにかく壁を掘ればいいだろうと石壁へつるはしを振るんだが、トンネルを掘ることができない。どうやら二人は
は強制的にアドベンチャーモードにされたみたいなんだ。これではブロックの破壊ができない。なんでこんなことに？さっき見かけた人影が怪しい。あれはゾンビなんじゃないのか？いや、都市伝説は実在するんだ。現に今おかしなことが起こっている。そんな感じで焦る二人は、ブロックが壊せないなら、とは言ってきた場所を探すことに、そしてついにそれらしき洞窟を発見。喜んで中に入っていくと、岩盤で塞がれた通路、リーダーの慟哭があたりに虚しく響く。きっと誰かがここに岩盤ブロックを置いたんだ。我々以外に誰かがいるぞ。そんなことを言っても出られないことには変わりはない。とにかく他の出口を探そう、と二人が話し合っていると、姿を消すリーダー、慌てて探すと崖の下に、どうやら何者かに突き飛ばされたらしい。怖くなって走り出す二人、突然溢れ出す溶岩、我々は狙われているんだ、追い詰められた、とパニックになるリーダー、溶岩が迫ってくる、そして二人のいるところに黒い頭蓋骨が、頭蓋骨はどんどん増え始め、世界へ知らしめろ、私が最も恐れられるべきだ、と言いつつ登場したヘロブラインのような見た目のモブ、だがそのすぐ後には忽然と姿を消してしまった。リーダーはヘロブラインのことを知っていたが、暗い見た目だったことに驚いている。ここでマインクラフトのデータからのメッセージとやらが流れ、死亡画面が、表示されたメッセージは奈落に落下した時のものだな。どうやらシステム的にリスボーンさせられたらしい。この後二人は話し合ってこの恐怖を世界へ発信し、みんなへ警告することにしたらしい。その映像というのが今見ていたものというわけ。その都市伝説はヘロブラインオブダークネス。それはヘロブラインが暗い場所で効率的にプレイヤーを狩るために変化した姿だという。みんなもぜひ気をつけていただきたい。おっと、もうこんな時間か。今回はここまでだな。この動画が面白かったって人はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしく。それじゃあまた別の動画で会おう。バイバイ。